ボーアル島はフェロー諸島にある18の島の一つ。主要な島の中では最も西にある。面積はストレーモイ島とエストロイ島に次ぐ第3位。バーガル地方にはミキネス島も含まれる。ボーアル島はフェロー諸島で唯一の空港であるボーアル空港の本拠地であるため、フェロー諸島に旅行するほとんどの外国人にとって最初の寄港地である。 第二次世界大戦中に、島民の同意を得て、フェロー諸島を占領したイギリス人によって飛行場が建設された。現在は、年間約29万人が利用する。ソルバッガーと後方に移っているのは、ミキネス島。ボーアル島には3つの大きな村がある。ミスバガー、サンダビガーと、ソルバッガーと3つの小さなもの、ガソダラー、ボアーとバットンソミラルを。以前は、 さらに二つの村がありました。1965年に放棄されたスラトンズと1910年に放棄された最大の集落はミスバガーで1130人の住民がいる。島の真ん中にあるため自然に中心になり、医師の手術、共同組合、牧師がいる。島の北西、西、南西の海岸は海鳥、特に古マかもめ。 ヨーロッパヒメウミツユビカモメの繁殖地としての重要性からバードライフインターナショナルによって重要な鳥の生息地として特定されています。ヨーロッパヒメウ、北大東町、ミツユビカモメ、ニシツノメドリ、ウミガラス、ハジロウミバト、某ある島には41の山があり、主な山は次の通り、ドランガーニア、ティンドホーマー、ガソマー、ありがとうございます。